こんにちは、美容家の香織です。今回のテーマは肌が綺麗になる洗顔のすすめです。私の著書スキンケアは洗顔が9割の肌の知識に基づいて、海外でも美容家として活動してきた私が洗顔が提唱する減らす美容につながる正しい肌の知識をお話ししていきます。今よりももっと美しい肌を手に入れるために一緒に学んでいきましょう。まず初めにお伝えしたいのは、肌を変えるために必要なことは洗顔だということです。日本人は世界で一番綺麗好きな国民です。そして世界で一番洗顔を良くする国民です。朝晩2回はきちんと洗顔をしている人がほとんどだと思います。残念なことに、綺麗にしたいと願うあまりに強い洗浄力の洗顔を選び、ゴシゴシと強く洗い、肌を削ってしまい、肝心な汚れは洗えてない、洗い残しがある状態の肌の方が多いと感じます。肌にはもともと回復力が備わっていますが、朝晩肌を削り汚れが蓄積する状態では、肌の炎症や酸化が進み、くすみやニキビなどの肌トラブルの原因となります。洗顔で汚れだけをしっかり落とし、水分と油分が整った肌を作ることができれば、肌は見違えるほど美しく変わっていきます。スキンケアの効果は洗顔が9割と覚えておいてください。私は美容家として海外でも仕事をしてきましたが、いつも感じるのは日本と海外の洗顔に対する常識の違いです。ヨーロッパの女性はほとんど洗顔をしません。朝起きてシャワーを浴びるときについでに顔を洗う程度です。その代わり拭き取り化粧水や拭き取りシートを使います。夜も拭き取り化粧水でメイクを落としクリームをつけるだけです。理由はヨーロッパの水が硬水で肌を傷めてしまうため、顔を洗うのを避けるべきことであること、そしてそもそもがメイクがシンプルで下地ファンデーションのようなベースメイクをせず、口紅などのポイントメイクだけで落とせるというのが理由です。顔を洗うこともしなければ、使用するアイテムも1種類というのがヨーロッパの女性の常識です。またアメリカも同様で、洗顔に使用するアイテムは1種類です。化粧品売り場に行けば、メイクと肌の汚れを落とすものとしてクレンザーやフェイスウォッシュという名前のついたクレンジング兼洗顔料が使われています。そんな方法で肌は大丈夫？と心配になる方も多いでしょう。でもこれは単に習慣の違いに過ぎません。本来は肌の汚れとメイクを落とすことができれば、スキンケアに何の問題もありません。対して日本では顔を洗うのは洗顔料、メイクを落とすのはクレンジング剤と使い分けがありますが、本当に分ける必要があるのでしょうか。実は美容理論上、汚れとメイクさえ落とせれば、わざわざダブル洗顔をする必要はありません。皮脂もメイクもどちらも油分であり、いわゆるクレンジング剤も洗顔料も油分と水で乳化させて落とす機能は変わりはありません。日本のダブル洗顔という習慣に、本当はわざわざダブル洗顔する必要ないんじゃないかと気づいている方も増えているのではないかと思います。そもそも日本人の肌は欧米人よりも肌表面の表皮の角質層が薄いため、摩擦に弱く、水分が奪われ皮脂のバランスを崩しやすい肌です。日本人が肌が弱い、敏感肌が多いと言われるのは、肌がダメージを受けているからです。表皮が薄い日本人の肌にはダブル洗顔はむしろ合わない、負担の多い洗顔方法です。また洗顔後は肌がキュキュッとするぐらい、さっぱりしないと洗った気がしないという既成概念を持っていませんか。長年の習慣で作られた洗顔はさっぱりするものという思考は、さっぱりするくらい皮脂膜が
剥がれて弱った状態を自らが選んでいる状況だと知ってください。ではどんな洗顔をするのがベストなのでしょうか。私が腸洗顔と呼んでいる洗顔方法にはまずアイテム選びが大切です。クレンジング剤も洗顔料も基本的には顔の汚れをきれいに洗い流すためのものです。私はこの2つを同時で叶えるクレンジング洗顔料を使ったクレンジング洗顔をおすすめします。ダブル洗顔をやめてシングル洗顔をおすすめします。選んでいただきたいアイテムはクレンジングミルクです。なぜクレンジングミルクかというと適度な洗浄力で水分と油分のバランスが整った最強アイテムだからです。洗ではフラットスキンクレンズ&ウォッシュというクレンジング剤と洗顔料が一つになったクレンジング洗顔料があります。ちょうどクレンジングミルクとクレンジングジェルの中間のようなテクスチャーで私がおすすめするクレンジングミルクと同様に不要なメイクや皮脂汚れを適度に取り除き肌の水分と油分のバランスを保ち洗浄できるのでおすすめです。次に腸洗顔の洗い方を紹介します。肌を優しく撫でるようにくるくるとマッサージをするように洗顔をするのが大切です。洗い方のルールは5つです。1、肌に摩擦がないように厚みができるようにたっぷりクレンジング洗顔料を使う。2、指の腹を使い細かくくるくる洗う。小鼻の脇など顔のへこみや溝を丁寧に行う。3、力加減は今までの強さの10分の1を目安に。4、肌の様子を見ながら最長で5分程度行う。5、ぬるま湯でこすらず優しく洗い流す。この腸洗顔法はゆっくり5分間を行うことで副交感神経を刺激しリラックスすることもできます。いかがでしたか。洗顔の習慣を変えることで肌と心をいたわり健やかな美肌を手に入れることができます。丁寧なシングル洗顔で洗いすぎを卒業し肌に適度な正しいスキンケアを行いましょう。